カナダカナダ。アキアビルへようこそ。エリックです。ケイジです。今日ですね、あ、どうぞ。あ、そうです、ね。ごめんなさいう。今日のビルは、モルサン。モルサンモルソンモルサンモルサンどっちかなモルソン。あ、モルソン。今日のビルは、モルサンのカネディアン。<laughs> モルソンモルソンソンソンモルソン ?That's great. Leave it like that. カナダのビールです。です <laughs> これはあのカナダ人の友達からもらったプレゼント。あの7月の頭ではなんかカナダの,なんていうかなあの誕生日かなあのインディペン,ンデンスデーじゃないけど。<S <S うん でも建国記念日じゃなくて<う>独立記念日じゃないんだけどその国をあの祝おうみたいなそうねまあうん、カナダの日、うん、カナダの日だね <laughs> そうねあのだから友達からもらって今日飲もうと思ったちょっと遅いけど、うん、すいませんでこれはなんかモロスソンは大手だよね 実はねあの、日本人はどのぐらい分かってるかどうかは分かりませんけど、うん、あの最近、モルソンはコーズ、コールズとあの、まあ、合体した<う>っていうか今はモルソン・コールズコールズはアメリカの大手,大手あの3つあるぐらいあのミラー・クールズ エンジェル・ブッシュ。そっか。でも、メダー・クーーズは一つの会社になったから、今は二つ。ああ、二つなの。うん。マジ。そこれはモーセン・メダー・クーーズ。そうなんだ。ああ、アメリカも大変ね。うん、これは普通のラーガーだから、超不動仏。動仏。あんまり期待はしていません。そうね。あの、そのまずさを期待はしてます。そう。だからこそ、ちょっと悪いかなけど、日本の大手ビルと比べしたい。 ああなるほどねほど普通のアサヒスーパードライとかキリン<う>まあキリン一番は、ね、悪くはないけどいやーこれは絶対下に来るわ <laughs> 絶対それよりまずい色はちょっとより軽いかな、ね、あのスーパードライに比べたら少しだけなんかなんかライトみたいね <laughs> アメリカでは結構人気のは、うん ライト版ね。バド、バドワイザーライト、バッドライトとか、うん、それは、あの、カロリーがちょっと控えめ、あの、味も <laughs> 味も、味もちょっと控えています。ありがとう。タイラー、ありがとう。ありがとう。<laughs> かなまあ、飲んでみようか。飲んでみようか。匂いはね、 ちょっと甘いラーガーかな。うん、あの、スーパードライほどひどくはない。匂いは。<laughs> うん、まあ、そうだね。でも、本当に怖いのは味。じゃあ、Canada Day Happy Canada Day, Happy Canada Day 乾杯。 <laughs> その後味ねその後味,後味がすごいねマジマジすごいもう最初にはそんなに悪くないカワウソだからててこれ以外まずくはないなと思った瞬間にその後味がきて <laughs> あまずいねと思った、えっと、とりあえずあのアサヒスーパードライとかそういうモルツとかほどはスッキリとかそういう 喉越しはすっきりはあんまりしないと思うちょっと甘い方えなんか蜜みたいな蜂蜜と言えないんだけど、うん、ちょっとそういうボディがあるだから夏だったら日本の大デビュールを飲みたいこれよりはうんでその、まあ、言ったんだけどその口に入った瞬間はそんなにまずくはない普通のラガーみたいな そ,うね、あのそのあとのはちょっと悪いこれはなんか大学あの大学生の時には全然お金なくて、うん、ハウスパーティーやるときにはこれを飲むぐらいねそうこれに似ているようなアメリカのビールとか、うん、あびっくりしたのは まあ、味はちょっと甘くてびっくりしたんだけどそれよりは糖類が入ってるそれは見つかったあっ、うん、マジああいつ麦芽発生する鶏、うん、だから糖類は確かにその味がする、うん、あとあの炭酸の方は少ないなと思ってうんそう、ね、だからそのこれより日本のお寺の方が好きかなと思って。 なんかすごい。なんか喉越しがいいし、んなんかあすっきりするなと思う。これはなんかうん。何回イマイチだなとは。今日もご清聴はどうもです。あのそうだよね。また、日本のエピソードを毎週ぐらいぐらいアップしようと狙っていますので、あの何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。乾杯乾杯